長野勝美9月14日から2020年11月19日は、日本の銀行家。岩手銀行特別上任相談役。2008年局実小受賞。岩手県一ノ関市出身。岩手県立一ノ関第一高等学校を経て、立教大学経済学部卒業後、岩手銀行入校。企画、営業担当が長く専務時代は、 インターネットバンキングやエリアグループ制の導入を推進する。また、事務開発以外の全ての本部業務を担当した。東取在任時は、経営企画の経験とアイデアにより有志に慎重な姿勢を転換。2006年3月期には、2期連続の最高益を達成させた。2007年には、高橋正弘に、東踊職を全上し会長として君臨するも、 二党政治に対して校内から反発が高まり2009年4月、会長を解任され特別上任相談役に退いた。2011年以降、ツイッター上で主に国際情勢や政治、経済について発言を行っていた。2020年11月19日死去。85歳没。死没日をもって15位に除される。 日金縮殺版2001年日本金融通信社2002年日本経済新聞2009年4月24日岩手銀が長野会長を解任優待勧告受け入れられず共同通信 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 0 9 0 4 c n 2 0 0 9 0 4 2 3 0 1 0 0 1 9 0 h t m l 2 0 1 4年6月11日閲覧長野勝美氏が死去元岩手銀行と取り。日本経済新聞。2020年11月24日閲覧。 漢方第402号11ページ令和2年12月25日号。ありがとうございます。